質問、手術で使用した後の器具はどうするんですか？回答、滅菌消毒。メスの刃の部分や糸針などは使い捨てですが、ドラマなどで見かけるような銀色のいわゆる手術道具は毎回洗って再利用しています。もちろん水で洗ったぐらいでは感染症の原因になるバイ菌などが残ってしまう可能性があるので、それを防ぐために毎回滅菌消毒をしています。手術室の近くには専用の洗い師の方々が働く滅菌室があり、使用済みの道具がここに運ばれて洗浄が行われた後、特殊な機械の中で高温高圧の蒸気で滅菌処理されます。手術道具を床に落としてしまったりすると、それを滅菌消毒するのに時間がかかるので、その道具を待つために手術を延長しなくちゃいけないみたいなこともあるんです。ちなみに昔心臓移植中にドナーの心臓を床に落っことしてしまい、困った外科医がとりあえず心臓を拾い上げてイソジンで消毒してそのまま手術したということが実際にあったみたいです。その話を聞いてから心臓は絶対に落とさないように気をつけています。その他の質問はコメントへ。